ゴルフイジーへようこそ、佐田篤則です。皆さんごきげんよう、中川ゆかでございます。あれ、ゆかちゃんっていいとこでのお嬢様でしたっけ。さあ、ここまでチャートさんまで終わりましたけれども、ここまでどうかな。そうですね、アイアンの次は何をやるのか待ちきれないです。ああ、よかった。いつものゆかちゃんだった。次のレッスンだけど、いよいよウッドについて勉強していくよ。今回はウッドですね。あ、まだ前回の動画を視聴していない人は先にそっちを見るんだよ。それではウッドについて始めていきましょう。今回は5番ウッドを使いましょう。そういえば、なんでウッドって言うんですか？木って関係ないですよね。うん、実は今のこの金属製のウッドが主流になったのは1990年代の前半なんだ。それまではこのウッドは木でできてたんだよ。へえ、そうだったんですね。知らなかったです。うん、なので、まあ、頭の片隅に覚えておきましょう。はい、話は逸れてしまいましたが、ウッドの打ち方について説明をしていきます。ウッドはアイアン同様ターフの上にあるボールを直接打っていきます。しかしアイアンのようにダウンブローに打ってしまうとロフトが小さいのでボールが上がらず飛距離が出ません。ですのでウッドの場合はレベルブローに打っていくのが大事というふうに言われています。へえ、そうなんですね。うん、そしてそのレベルブローを実現するためにやはりアドレスを工夫する必要があります。どんな工夫ですか？はい、それはボールの位置です。アイアンの場合ボールをスタンスの真ん中にセットしましたが、ウッドの場合はボールを少し左足側、目安としてはボール1個分左足側にセットしてアドレスを行います。こうすることでレベルブローを実現することができるようになります。ボールは真ん中じゃないんですね。うん、そうなんです。それからボールをあまり左足側に寄せすぎるとミスをしてしまうので、これは気をつけておきましょう。はい、気をつけます。よし、それじゃあ早速まずは素振りから始めていきましょう。はい、ふかちゃん、今聞こえた？あ、マットの音か。そう、ウッドも地面にあるボールを直接打つのでしっかりマットにクラブヘッドが当たるようにしていきましょう。はい、それじゃあもう一回ね、やってみましょう。はい、うん、素晴らしい。よし、それじゃあボールを打っていきましょう。はい、うん、よいしょ。いよいよ、よいしょ、いい当たり。いいね、いいね。やった、うん、今のようにナイスショットが出ても油断をせずにグリップ、それからアドレス、そして先ほど確認したボールの位置、これらをしっかりと確認して、そしてショットを打つようにしましょう。はい、よし、それじゃあやってみましょう。はい、うん、よいしょ。 OK。 めっちゃ飛んだはい、今回はウッドについてやってみました。ゆかちゃん、どうだった？クラブがアイアンより長くなってちょっと難しかったです。でももっと練習して打てるようになっていきたいです。うん、練習頑張ろうね。この動画をご覧の皆さんも動画を繰り返し視聴して基本をしっかりとマスターしてください。
ゴルフィージーの動画は単元別に公開しています。順番に視聴してぜひ上達に役立ててくださいね。またこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。